こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、メガネフレームはそのままでレンズ交換のみできますのでということでご説明したいと思います。メガネフレームはあれです、年数使ってくるとメガネフレームというかレンズですね、レンズはですね、年数経ってくると例えば小きぜがついたり、コーティング剥がれたりとか、あと度数がこうね、合わなくなってきたりということがいろいろあると思うんです。そういう場合ですね、フレームが何でも愛着あってね、本当にフレームが大丈夫な場合ね、何でもない場合はレンズ交換のみも何本でもできますので、そういう時はご相談いただければと思います。まあ、いろんなレンズも、ね、いろんな種類あるんですけど、まあ、簡単に言うとこういう単焦点ですと、もう球面設計ですと大体2枚でだいたい全部8000円ぐらいからですね。次あとはオプションでカラー入れたり、特殊な加工をしたりするとちょっとかプラスだったり、あと非球面レンズとかですね、あと屈折率によってちょっと値段もう厚みとかもちょっと変わってきますね。まあ、そういうちょっとちょっとざっとですけど、こういう感じでいろいろできますので、こうガラスレンズもね、最近少ないんですけど、ガラスレンズも結構根強いそういうファンの方いらっしゃいましてですね、ガラスレンズも本当にこういうタイプでありますので、非常にクリアな感じがしますね、ガラスはね。それがちょっとこう 重いっていうのがちょっと欠点ですね。重いのとこう割れるっていうのね。それがあと累進レンズでいろいろ種類またございますので、ご来店いただければまたいろいろご説明できるかと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。